の秘密結社バダントは恐怖の科学力を持ち、第三帝国の野望を追うナチスの残党である。その総指揮者暗闇大使はショッカーの蒸気大使の血縁で、全てを消滅させる最終兵器時空破断システムを開発して日本壊滅を企んだ。人類の自由のために戦う10人の仮面ライダーは今アシュラ谷でバダンの再生怪人軍団に最後の決戦を挑んだ。10号誕生、仮面ライダー全員集合。仮面ライダーは改造人間である。人類の自由のために巨大な悪と戦うのだ。ショッカーによって改造手術された仮面ライダー1号、ジャンプ力とキック力に優れ、小型原子炉を持ち、風の力をコンバーターラングで強力なエネルギーに変え、その力は人工の骨と筋肉を通して強力である。仮面ライダー2号、脳改造の寸前にショッカーのアジトから1号ライダーに救い出された。特に力が強く、ショッカーは力の2号と呼んだ。ライダー1号、2号のエネルギーを受けて誕生した仮面ライダー V3。 ダブルタイフーンの超パワーにデストロンはことごとく敗れ去った。正義心に目覚めてデストロンを裏切ったライダーマン、右手のアタッチメントはパワーアーム、ロープアームと自在に変化する強力な武器だ。ゴッドの組織を破った仮面ライダー X、 体はガードラングで守られ、1万メートルの深海にも十分に耐え、ライドルもスティックやホイップ、ライドロープと変化する。オオトカゲの能力を持つ仮面ライダーアマゾン、アームカッター、フットカッターを使う必殺技の大切だ。ゲドンの獣人は恐れをなした。カブトムシのパワーを持つ仮面ライダーストロンガー、超電子ダイナモを内蔵し、体内の電気をスパークさせる電気キックが必殺技だ。セーリングジャンプして空を飛ぶスカイライダー、パイルドライブ、ライダーブレイクは破壊力抜群の大技だ。惑星開発プロジェクトのため万能型改造人間となったスーパーワン、5つの特殊能力を持つファイブハンドは脅威だ。そして10人目の仮面ライダーゼクロスとは、南米ブラジルで当時大学生だった村雨亮は、新聞記者の姉静香と一緒に UFO の噂を追ってアマゾンの奥地へペロン機を飛ばした。その時
突如現れた UFO の目もくらむ強烈な光を浴び、体音波と光の激痛に気を失った。意識を取り戻した二人は電気椅子の処刑にかけられ、バダンの秘密を知った姉は寮の目の前で殺された。姉さん、寮は脳だけを残して改造され、バダンの強化細胞群兵士として生まれ変わった。そんな時、バダンシティで寮は御影英介と知り合った。二人の技量は優劣つけがたく、優秀なサイボーグとしてバダンからその将来を嘱望され、二人もまたたちまちのうちに意気投合した。バダンの飛行操縦士にされた寮は、ある日事故で失ったはずの自我意識を取り戻し、自分が日本人村雨寮であることを思い出した。反抗心に目覚めた寮、バダンの組織は電磁解体機にかけ抹殺しようとした。危機一髪で逃れた時、バダンの地下アジトは日本への移動のために大爆発を起こして消え去った。数年ぶりにカイドウ博士一条留美と再会した寮は、カイドウから自分の体がサイボーグに改造されていることを知らされ、愕然とした。留美の父一条博士もまたバダンの秘密を知ったためにバダンに殺されたのだった。姉さんを殺し俺をこんな体にしたバダンは許せん。必ず復讐してやる。待って、リュウさん、あなたはバダンの巨大な組織にたった一人でどうやって戦うつもりなの？俺はやる、必ずやってやる。バダンは恐怖の秘密兵器、時空破断システムを開発した。武器として使用されれば次元を超越し、物質とエネルギーの交換をすることで一瞬にして全てのものを消滅させることができる。この時空破断システムの完成は世界の壊滅を意味するのだ。悪の秘密結社バダンの暗闇大使は完成を間近に控え、このシステムの威力を試すため実験を開始しようとしていた。ついに完成したな。伊藤博士、今から実験を見せてもらうぞ。しかし、そんなことをしたら。構わん、スイッチを入れろ。は。成功じゃ。ご苦労だった。余は満足じゃ。システムの1万分の1でこれだけの威力、完成が楽しみじゃ。あとはシステムの仕上げに使うマダンニウム84を運ぶだけです。急げよ。は。大変なものを作ってしまった。なんとかここを脱出して早く誰かに知らせなければ。はい。諸君、世界政府を誓った歴史ある暗黒組織の数々も長年にわたって屈辱にまみれてきた。今こそ我がバダン帝国がその夢を実現する時なのだ。ショッカー。エルショッカー。
デストロン、グッド、ヘゾン、ガランダー帝国、ブラックサタン。エルザー軍団、ネオショッカー、ドグマ、ジンドグマ、あらゆる組織がなし得なかった世界征服の夢を、このわしが、バダン帝国が見事やり遂げてみせら。この事件は行方不明になっている伊藤博士が発明した時空破断装置の大規模なものに違いない。やっぱり伊藤博士はバダンに誘拐されているんですね。伊藤博士の命も危ないわ。世界各地から超エネルギー物質バダンニウム84が日本に運ばれてきているらしい。奴らの手に渡ったら恐ろしいことになる。何とかしてバダンのアジトの手がかりをつかまなければ。何事だ。伊藤博士たち3人が脱走しました。何？バダンの秘密がバレてしまうぞ。お任せください。システムが完成したいば、お前たちは用済みだ。バカなやつめ。タイガーロイド、伊藤博士はやっただろうな。は、ご安心ください。これで我々の秘密は守れる。あとはこの男だ。村雨亮、奴はバダンの中でも最も優秀なサイボーグとして改造された。お前のようにな。従ってこのまま野放しにしておいてはまずいのだ。はっ。バダンニウム84の輸送が終わり次第、必ずこの手で。妙な奴が動き回ってます。妙な奴だと？何者だ？仮面ライダーのようです。何？仮面ライダーだと？荷揚げは即刻中止しろ。はっ。どうして奴らが。その頃、村雨亮はバダンの動きを察知し、バダンニウム84を積んだ輸送部隊の行方を追っていた。同じ頃、結城ジョージと沖和也は風見四郎から連絡を受けていた。
やあ。よう。高木さん。しばらくです。二人とも元気そうじゃないか。はあ、この通り。ピンピンしてますよ。ところで、バダンの情報は集まったか。いや。他の六人ライダーも頑張っているんだが。どうしてもバダンのアジトはつかめないんだ。アジトを脱走した伊藤博士は、うん、残念ながら殺されてしまったよ。バダンニウム84を運ぶルートは、俺は C 地区、結城と沖は D 地区だ。他の六人ライダーはすでにスタンバイしている。バダンの輸送部隊は何としても阻止しなければ。我々の命を懸けても。もうすぐバダンニウム84が到着する。それを組み込めば完成だ。7つのルートを使って輸送しているとはライダーも気づくまい。プライム大使閣下。何事だ。 AC 地点に仮面ライダーが出現しました。何だと。バダンの各地部へ緊急連絡。俺の他にもバダンを狙う奴がいる。一体誰だ。やれ、仮面ライダーを殺せ。仮面ライダーストロンガー出現。 D 地区ライダーマンとスーパーマン出現しました。 F 地区に仮面ライダー X 出現。おのれ。トントントンテイ。バダンニウム84を狙ってるのは奴らか。よし。ゼクロス、バダンニウム84は渡さん。待て。問答無用。待て、ゼクロス、話がある。バダンのその手には乗らん。バダンだ。勘違いするな。うせい、堂々と勝負しろ。はあ、
数字一緒に。よし。オッパー。すごい力だ。ゼクロス、俺たちは仲間だ。仲間？そうだ。バダンが世界征服の本拠をこの日本に置いたんだ。俺たちの目的は時空破断システムの破壊にある。じゃあ俺と同じ。君ら一体悪の組織のために改造された仮面ライダーさ。仮面ライダー。俺たちは今バダンの時空破断システムに使うバダニウム84を積んだ輸送部隊を追っていたんだ。そうだったのか。すまん。さぞタイガーロイド、早速時空破断システムの仕上げにかかれ。は。今に見ておれ仮面ライダー、バダンニウム84はコンテナ1台分あれば十分だ。世界征服も時間の問題だ。見てくれ、本郷猛仮面ライダー1号だ。ベルトの風車で変身。いやー、変身。一文字隼人、2号ライダー。1号ライダーの後を受け継いでショッカーから日本を守った。決心。次は俺、風見四郎、すなわち仮面ライダー V3、 先輩1号2号のエネルギーをもらってダブル台風で変身する。変身。こいつや。ユキジョージ、俺はデストロンの科学者だった。彼は俺と出会って悪を裏切り、人間の自由のために戦うライダーマンとなった勇敢な男だ。ライダー X ジンケイスケは父親が命を犠牲にして彼を改造具として手術に成功した。レッドアイザーとパーフェクターをつけて変身する。山本大輔、アマゾンライダーだ。アマゾンのジャングルで大昔から伝わる秘術で改造された。オオトカゲの能力を持っている。
ジョー・シゲル、ストロンガーだ。殺された親友のために自らブラック・サタンの改造手術を受けた。両腕のコイルを擦り合わせて強力な電気を起こして変身する。筑波博士、スカイライダーだ。ただ一人空を飛べる仮面ライダー。七人ライダーのエネルギーと大特訓によって新たにパワーアップした。スカイ変身。次は沖和也、スーパーワンだ。深い海や宇宙空間にも耐える能力を持っている。ファイブハンドは俺の新しい武器だ。どうだい感想は。正直言って驚きました。俺と同じ境遇に刺された人間が9人もいるなんて。君と同じ悲しみや苦しみを持っているんだ。みんな一度は君と同じように復讐に燃えたんだよ。一度は。今はただ我々の力が必要とされる限り戦い続けるだけさ。はい、こちら風見。バダンのアジトが分かったぞ。みんなに連絡してくれ。場所はアシュララインが来たルート3キロ地点だ。三谷英介、久しぶりだな。村雨亮、元気だったか。お前とはこんな風に会いたくなかった。俺はバダンにこの命を捧げた。バダンに歯向かう奴はたとえ親友のお前でも許せん。何？来い。行かせてくれ三影。俺はお前とは戦いたくないんだ。行きたくば俺をやってから行け。キャッ！お前は悪のバダンにまで忠誠を尽くすことはない。腐れ切ったこの世に悪も善もない。強い者が生き残る、勝ち残った者こそ善なのだ。いえ！Thank you.
クロス、行くぞ。タイガーロイドの連射は0コンマ7秒、0コンマ7秒の隙を突くしかない。衝撃収集マンだ。おのれ、マクロ戦。セクロスティック。バダンニウム84のセットが終わりました。よーし、攻撃を開始する。スイッチオン。遅いぞ仮面ライダー。仮面ライダー1号。仮面ライダー2号。仮面ライダー V3。 ライダーマン1号2号。仮面ライダー X。 仮面ライダーアマゾン。ライダーマン。仮面ライダーコロンガ。アマゾンストロー。スカイライダー。スカイライダー、スーパーワン、スーパーワン、あの力を合わせ、そう、うわ、おー、スーパーワン、ヤー、ライダー、ケイ、いつまでも、うわ、そろったな仮面ライダー。おのれデクロス、貴様も仮面ライダーの仲間入りをしたのか。よし、怪人ども、いでよ。おめでよ、人マーベルキング、山梨ライダー、獣人を迎えて、この君が赤ロイダー、バラロイド、トクンガロイド、アメンバロイド、トカゲロイド、パルソリンドで、地獄ロイド、アバキロイド、仮面ライド、ここがお前たちの墓場だ。おのれ、地獄大使。地獄大使だと？あんな奴と一緒にするな。わしはバダンの総指揮者、暗闇大使だ。何？暗闇大使？仮面ライダーを地獄の底へ送ってやる。かかれ！ライダージャンプ。
車稲妻を呼ぶライダー引く敵を倒したライダーチョップ、おーライダー仮面ライダー、ライダーブレン地面水平大飛行竜巻を呼ぶライダージェット敵投げ飛ばすライダーカット、おーライダー仮面ライダー、ライダースイム水中反転大先行渦巻きを呼ぶライダースクリュー敵を沈めたライダーラング、おーライダー仮面ライダー、おーライダーキー、仮面ライダーども、あれを見ろ！ゼクロス！私たちに構わず戦う！博士、ムビさん！あの二人を助けたくはないのか！卑怯な！うわ！うわ！うわ！そ、ヘフ！仮面ライダー、おのれ仮面ライダー、まとめて片付けてやる。時空破断パワーを受けてみろ。どうだ、時空破断パワーの前には手回しも出まい。暗闇大使の体にコントロールシステムがある。暗闇大使を倒さなければあのシステムは止められんぞ。くたばれ！
俺が突破口を開く。ゼクロス、貴様死ぬ気か。俺の体は今日のためにあったことを、ウィスリー、あなたが教えてくれた。ゼクロス、先輩、ありがとう。ゼクロス、よし、みんな、行くぞ。電撃稲妻熱風、電撃稲妻熱風、ドラゴンロードを飛ばせ、ドラゴンロードを飛ばせ、電撃稲妻熱風、電撃稲妻熱風、地獄の影深い闇を避け、命を懸けて誇りを守る、ラジオのように。しめ、みんなのエネルギーを一つにまとめるんだ。吠えろ、よし、吠えろ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 、ライダー、シンクロ。フィストもバダンは滅びず、バンダライダーよ、さらばじゃ。バダン、恐ろしい敵だ。博士、今のは何？恐ろしいことだ。悪霊のエネルギーに違いない。ゼクロス、君に我々9人は助けられた。ゼクロス、君は我々の仲間、仮面ライダー10号だ。おめでとう、仮面ライダー10号。俺は仮面ライダー10号。迫るショッカー、地獄の軍団、我らを狙う黒い影、世界の平和を守るため、 Go! Go! Let's go! 輝くマシン、ライダー。素晴らしい仲間たち、俺は9人の勇気に自分の生きる道を見つけることができたんだ。仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダー、不滅のヒーローたち、またこの世に危機の訪れる時再び現れてくれるだろう。さらば我らの仮面ライダー。ライダージャンプ、ライダーキック、仮面ライダー、仮面ライダー、ライダー、ライダー。